想把你抱进身体里面，不敢让你看见嘴角那颗没落下的泪。如果这是最后的一夜，在你离开之前，能否让我把故事重写？よくあの難しいジャンプをやるのはすごく楽しいんですよ。挑戦することにすごく燃えてて、それは昔から変わらないんですけど、なんか難しいジャンプ飛べたやったーで終わっちゃうフィギュアスケートが今なんかやりたいとは思わないんですよ。そうじゃない。自分が望むフィギュアスケートっていうのは、なんか頑張ってルールに対抗しようと思ってたけど、自分の中で違う位置づけのスポーツになってきちゃってるんで、それをなんとか自分の中に取り戻したいっていうか、それは世界がどうとかルールがどうとか関係なく、自分自身がやりたいスポーツとして、あの思うんです、ピークって誰が決めるんですかね。まあ、僕自身が皆さんの期待を裏切ってしまったかなとは思ってますけど、すごいいつも言いたいなって思ってるのは、そんなに強くないんですよ自分。なかなか羽生結弦になれないなって思いながら過ごしています。本当に やっぱり圧倒的に強い自分でいたいって常に思ってるので、関係ないです、また強くなりゃいい。それなんか細かい作業までやってるんですよね。まあ、そこはでも僕のプライドですし、やっぱ僕のスタイルだと思うし、そこにこだわらなくなってしまったら、やっぱり自分の良さもなくなってきつつ あるとしても。もっと強くなりたいですね、やっぱね。まあ頑張ったとは思います。でも、まだできる、まだやれる、まだもっと詰めれるって思うので、まあもっと羽生結弦らしい羽生結弦にならなきゃいけないかなって。理想が果てしないので。なんか今頑張ってる自分のスケートがなんか違うなっていう感じがちょっとしちゃってて、自分のフィギュアスケートをまた見つけ出したい。あ、これが自分がやりたかったことなんだなっていう感じがしてて、自分に問いかけたんですよ、ね、本当に終わんのお前もしオリンピックにその僕の目指す道のゴールがあるのであれば、今はそれを全力で取らなきゃいけないなと思ってます。ただなんか現役続けなきゃいけないというふうには思っていて、寝ようと思うんですけど、トレーニングした方がいいかなとか、まあ諦めないんだったらとことん諦めないで、その壁を越えたら本当にまたあの頃の本当に自信満々だった自分に戻れるって、あの初の成功者になりたいなって思いながら頑張ってます。みんな健康で帰ってください。皆さんありがとうございました。皆さんの思いを受け取って、それを原動力にまた頑張っていきたいと思います。皆さんありがとうございました。